元気さん、立憲からの立候補、ありがとう。公約を聞かせてください。格闘家になる前に、学校に馴染めず、苦しんだ経験がある。経験を社会にバックしていきたい。安倍は、圧力一本で北朝鮮を倒すと言ってきました。格闘技を通じ、憎しみでは相手を倒せないことを知っている。不安と対立を煽る。 外交政策ではないものを実現するため、前向きに政治に取り組みたい。安倍は、とにかく、やってる、やってるポーズばかりです。安倍の、やってる、やってるポーズは、日本国民が許しません。僕は、国民と共に立ち上がります。